はい、こちらね、ものすごい懐かしいんですけど、あのー、私が今年でね、40歳になるんですけどね、40代の人間、35歳でもわかるかなまあ、約よ、やっぱね、40代の人間だったらわかりますね。これ、少女体です。で、この少女体のね、これ VHS なんですけど、これもプレミアみたいなのがついてしまって、これね、見てください。ものすごい綺麗なんですよ。わかりますそんなにこう、ほら、すれもないですよね。ね。 これ紙が結構、まあ、まあ、ほら、ちょっとこういうとこは、ちらほらはあるんですけど、だいぶこれね、保存状態いいはずなんですよ。でね、これ詳細もね、だいぶ古いですよ、これ。まあ、ちょっと開けてみましょう。ほんでね、これもね、またあの、僕保存が良かったんで、ものすごい綺麗です。ちょっと待ってくださいね。 ね、綺麗でしょ全然擦れてないでしょほら。これもほら、綺麗でしょわかりますこれほら。この光の加減ね。ここのプラスチックね。で、ここもほら、テープも、これ新品です。多分ほとんどね。ここもほら、擦れてないでしょここもプラスチック。新品ってまあ言い過ぎですけど、まあ、当時これね、一回こうガチャって入れました。ほんで、ダビングをしました。ほんで、その後に、これ本物は、この、 えっと、これのね、あのー、この状態はもうすぐにこう、押し入れにしまってたみたいなね。ほら、綺麗でしょどこもこう、なんか悪い部分ないでしょで、これがね、もう一つ得るのが、先に抜いといたんですけど、これも直しときますね。これちょっとね、詳細が、まあ、ぐーっと出てくるんですけどね、多分、だいぶ古いですよ、これ。 まあそうですね。まあまあ、一回ちょっと置きますね。で、えー、こちらね、特に大事なのがやっぱこれなんですこういうのが大事なんですよね。これも全然ほら、あの、基板でないしね。これほら、もう綺麗でしょ。ほとんどこれ新品に近いですね。うん。近いっていうだけで新品じゃないですよ。ね。ほんで、これの状態、商品の状態が、ちょっと待ってくださいね。まだ、あの、僕のね、 あの、指で隠すんですけど、僕のね、汚い、あの、ね、綺麗でしょで僕の汚い家なんか見たくないんでしょうね。ちょっとまた、指で今ね、ちょっと隠しますね。で、これがね、今、ヤフーオークションでは、VHS ってもうそんなに今ね、もう当たり前ですけど、昔からそんなお値段ついてないんですけど、これすごいでしょえー、3301円になってます。で、これはね、えー、16人の、あの、 えと競り競り合ってるわけなんですよで僕がよく、ね、手のひらに乗せてあのおもちゃどうのこうの言ってるのは大体、ね、あれ入札例が1名なんですよ、で1人の時って、ね、ほんまにこう一例の一例みたいな感じで口でうまく説明できてるかわからないんですけども本当に、ねあまあ、一例があってどう言ったらいいんですかね、まあ、ほんまにそれ1人が欲しがっていただけちゃうみたいな感じですけどこ16人もいたらやっぱね あの、結構こういうのが欲しいっていう人がいるのと、でね、見ていただいたらわかるけど、これね、ほら、わかりますこの方のってこれほら、こんだけここほら、ボコボコになってるでしょ。で、ここしかもね、レンタル落ちみたいな感じのこれ、あの、シール貼られてるんですよね。で、ほら、裏もこんだけボコボコでしょ。こんだけボコボコでも、あの、みんな16人の方これが欲しいんですよ。でね、えっ、ー、と、ほら、 これで終わってるでしょ。この人は、あの、売り文句がね、えー、中の VHS だけではなく、このね、紙パックが付いてるっていう売り文句で、あの、この値段みんなね、16人がこの値段になったんですけど、僕の場合はこの紙パックもほぼ新品に近いぐらいの保存状態、プラス、さっきの、これがいるんですよって言ったら、中のなんかこう、歌詞の、あの、どうでもいいあの紙ありましたね。あれがあったんで、この2つの条件が揃ったら多分ですよ。 これを落としたい人は、おそらく僕のは6000、倍の6000でも出すと思いますね。多分ですよ。まあ、だからってこの出品者の悪口言ってるわけじゃないですよ。あの、これがボロボロだとか、変な意味で聞かないでね。ただ、これの状態に対してこれの値段だから、おそらく僕が持ってるのは、今言ったように、あのー、それぐらいのお値段になります。で、これもね、当初僕、確かね、買った値段が、50円か100円かぐらいで買ってますね。うん。 ね、そうですね、50円か100円ぐらいで買ってるはずなんですよ。で、おそらくですけど、僕の予想としては、また落札者の人がいたら、これね、5000から6000になると思います。はい、こんな感じでね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。